ファンキーがいるんで大丈夫です。弱っ俺。ごめんなさい。本当足速いんで。行きますよ。飛びターンで結構やばい。めっちゃ食らう。めっちゃ食らう。どうも皆さんこんばんは。始まりました。カノエコーチャンネル、カノエコーでございます。よろしくお願いいたします。さあ、今回はですね、こちら初めてのゲームですね。オープンレックさんで。モンスターハンターでライズでございます。まあこれ買ってちょこちょこ僕一人でプライベートで遊んでて、こんなこう大々的にやるのは初めてなんですけども、今日はせっかくなのでこのオープンレックで、まあ僕でも僕一人で弱いんでね、強力な助っ人を、呼んでおります。ファンキーさん、フルコンさん、トワコさん、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。行きましょうか。さあちょっと初狩り行きましょうか。大丈夫です。ではエコーさんはもうガンガン後ろから撃っていただいて、はいはい、僕の武器はすごい素早いんでボーガンなんで、みんなからみんな、ね、後ろから援護します。はい、わかりました。もうアタックは私にお任せください。頼もしい。あの一応言っとくと、身内で遊んだ時一番死ぬのはファンキーさんです。あまり期待しないでください。いやいやいや、デマでしょそれ。捏造は良くないですよ。以前トワコ、ファンキーともう一人別の子と4人でこのまさにこのナルガクルガに行った時に、はい、ファンキーが3回落ちて終わったといういや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 、それはね、いやいや、もう本当あれは身内からはめられたようなもんなんですよ。なんで三つ相手にそんな怯えてんの。そんな強いモンスターでもないです。あ、いました、いました、いました。いました。さあ皆さん発見しましたよ。こいつですよね。撃っちゃっていいですか。撃っちゃってください。おらあ、ファンキーがいるんで大丈夫です。弱っ俺。本当は足速いんで。行きますよ。飛びターンで結構やばい。めっちゃ食らう、めっちゃ食らう。ちょっと待って、力。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、力尽きちゃったよ。ちょっと待って。2発で終わり。いやこれやばいな、誰台本書いたのこれ。俺ちょっと待って、俺団子食いますわ。団子食ってなかった、団子食ってなかったです、ごめんなさい。団子ちょっと必ず作った方がいいです。団子二発で。今日台本あったんすかね。台本やろ。台本じゃないですよ。ガチですよ、ガチ。